はいどうもこんにちは、ミストです。今回はシャドーバースをやっていきます。さて今回はローテーションのヴァンパイアのデッキですね。はい、ローテーションのヴァンパイアの4つほどあるデッキのタイプの1つ、モノコンボヴァンパイアですね。まあ、モノヴァンパイアとか言われたりしますけど、キーカードはもちろんこのモノ、これ進化権を使って進化ができないんですけども、これが場にいる限り自分の進化前フォロワー全てと新たに場に出た自分の進化前フォロワー全ては攻撃力か体力を能力でプラスした時または回復した時、それがこのターン中に3回目がそれ以降なら進化する、勝手に進化してくれるんですね。はい、で復習状態が結構キーカードとなっておりまして、復習状態っていうのは自分の体力が10以下の時ですね。はい、10以下だと、自分のフォロワー全ての体力をプラス1してくれます、ファンファーレで。そしてこいつの進化時能力ですね。進化した時疾走を持ちつつ攻撃時自分の進化後フォロワー全ては疾走を持つということで、モノで相手のフォロワーかリーダー殴れば他の自分の場に出ている他の進化後フォロワーは疾走を持つ、全員相手のリーダーを殴りに行けるっていうことなんですけども、これがコンボと言われる理由がちょっと一つありまして、モノ1体だけだとどうしても進化したら66なので6点しかダメージを与えられない。だったら他のカードで攻撃力を上げよう、とその時相性がいいのが悪徳の電波、デーモン1体かフォレストワット2体を出すという能力なんですけども、復讐状態だったらデーモンも1体出すしフォレストワットも2体も出します、ついでに必殺を持ちますと、3体展開できるんですよね。強いです。で、モノと一緒に走らせることによってダメージを稼ぐといった感じです。で、復讐状態なんですけども、復讐状態に入るには変幻のフェイカーを手札から捨てる、もしくはスカーレットヴァンパイアの効果、ファンファーレで相手全体に4ダメージ与えつつ、次のターン終了待ちまで復讐状態になる。こういった感じでなんとか復讐状態に入ります。まあ、体力10以下に減らされても大丈夫です。あとはそうですね、進化がいっぱいできるデッキなので、イツルギのファンファーレ手に入る養老奮闘も相性がいい。あとはフィニッシャーというか相手が復讐状態にしてきて盤面の除去がなかなかできんってなったらアビスブームロードが強いですね。全体除去もできたりすると。で、変幻のフェイカーをしてるにはトゲの吸血鬼やルームサービスデビルがあります。そして他のカードは大体が手札を持ってきたりするカードですね。アイアロンの残骸で、機械カードを持ってくるのでモノかライフリカバリー、このライフリカバリーもキーカードの一つと。で、楽園への来訪はイツルギとルームサービスデビルが確定です。ルームサービスデビルはアクセラレート1で手札を捨てるので変幻のフェイカーを捨てて復讐状態に入ってしまおう。で、バンピーちゃんはファンファーレで手に入る剣継ぎの贈り物が相性がいいです。ゼロコストでフォローを展開しつつモノでそいつもおまけに疾走させるっていうのが強いですね。それではリプレイの方を見ていきます。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。はい、それではリプレイを見ていきます。お相手さんはビショップ、OTK に近いことをするのでビショップは苦手です。先行引きました。変幻のフェイカー引けてますけど今はいらないってことで残骸を1枚キープしていい感じの引きができました。イツルギ、アイアロンの残骸でリペアモード1枚、そして次のターン開始時に機械カードを持っていきましょう。ライフリカバリー、悪徳の電波、ここはイツルギを使います。お相手さんはゼノン、はい、守護ビショップですね。一番相性が悪いです。楽園への来訪でドロー、養老奮闘も1枚使ってしまいます。ちょっと手札がね、キーカードがまだ1枚足りてないからですね。ロイテさん、またしてもゼノン、相性が悪い。モノ2枚目、フォロワーはできる限り除去してもったいないけど養老奮闘も使っておきます、はい、ちなみにですが、はい、手札にキーカードは揃っておりますね。モノとライフリカバリーで、ライフリカバリーに融合する機械カード、悪徳の電波、そしてルームサービスデビルで変幻のフェイカーを捨てておく、キーパーツは揃っております。
はい、お相手さんが守護ビショップじゃなければ完璧だった。ここでルームサービスで、ルームサービスデビルで変幻のフェイカーを捨てます。すると復讐状態に。バンピーちゃんは復讐状態でも強く発動できます。剣族の召喚を使って2体除去からのバンピーちゃんで守護をどかす。剣族への贈り物は持っておきます。本当に守護がいっぱい並ぶね。おやすさんはただいま進化が4回ですね。はい、やっていきますよ。これはちょっと最初迷っただけです。気にしないでください。はい、これで今復讐状態なのでファンファーレで体力をプラス1しました。あと2回プラスすれば、プラスまた回復すれば全員が進化しますね。ライフリカバリーでリペアモード、全体1回復。はい、全員進化しました。私ただいま進化が6回ですね。なので、本当だったらワンターンキルができるんですけども、守護が3体も並んでいるせいで盤面の除去に回らなければなりません。それでも10点は飛ばさせていただきます。でアビスドゥームロードも一応ね融合しておきます。おやつさん、残っているフォレストバット進化で進化回数6回、違う5回、ユピテルを強く使われる。本当に相性が悪かった。はい、私のターンです。ここでイズルゲが引けたのも神ドロー。ここはアビスドゥームロードで全体除去。はい、延命しつつ相手のリーダーに8点ダメージ。またしてもユピテル、めんどくさいですね。はい、私の勝ちです。スカーレットバッパイ引けましたがここでは使えません。イツレギさんの養老奮闘は進化回数5回を達成していると強い効果になりますので、はい、メタトロンで2点、養老奮闘、守護びしょにも勝てちゃった。はい、どうもこんにちは、アキです。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録はこちらのボタンで持って、こちらが再生リストかな、でここにおすすめの動画が来て、最後にここ最新の動画でございます。ということでね、皆さんハート送ってね。バイバイ。